はい、ジャズギタリストの小暮哲也です。オルタードを理解する6回目になります。今回で終わりにしようと思ったのですが、いろいろと悩みまして、やはりオルタードというのは難しいので、全部で10回のシリーズにすることにしました。本日6回目はですね、4つほどフレーズというか、ラインというか、そういったものを紹介します。今までオルタードスケールのことをいろいろと説明してきましたので、そのような知識とつながるように、とてもスケールライクなジャズミュージシャンなら誰もがよく使う覚えやすいフレーズ、ラインを4つほど紹介します。それでは行ってみましょう。はい、それでは早速1個目のフレーズ行ってみたいと思います。ですね、カラオケに合わせて弾きます。アイリアルプロの。これはですね、普通にシャープナインスからフラットナインス、ルート通ってセブンスで、ここで C メジャーに回転するという、2拍のフレーズですね。G2 拍、それで C メジャー7に回転するという、そういう感じです。でこれをもちろんですね、いろんなポジションで弾けるといいです。例えばここでもいいですけどね、解決するところが、あとこうとか、こうかな、こんな感じで、ですね、いろいろと弾けるといいです。では、2個目のフレーズ。このフレーズはですね、シャープ11からこの音から始まってますね。でこれは基本的に全部下がっていくフレーズなんですよね。でオルタードって下がっていくフレーズがすごく多くて、これはでもポジションは小指で中指と小指、こういうポジションで弾いてます。これはそうですね、 D フラットセブンス、こんなコードを想像して、弾けるといいですね。これは全部本当にオルタードの、スケールの中の音だけで弾いてるんで、そういうのを意識しながら今までの、ですね、やってきたことと、つなぎ合わせてこれももちろんいろんなとこで弾けるといいです。それでは、次はですね、3つ目、今度長いフレーズです。今度はフラットナインスから始まってそのままスケールを下がるだけです。そうすると5度に、今度着地します、ね。だいたいこういうのは5度か3度に着地するように初めは覚えるといいです。これは本当にフラットナインスからこうずっと単純に降りただけです。それでここで C メジャーの5度。続いてはですね、セブンスから、降りてくる感じですね。れ普通にこれで3度。っていう感じですね。はい、全部下がってくるフレーズで3度か5度に、解決するフレーズです。はい、まあほとんどそのスケールをそのままなぞってるだけなんで、すごく分かりやすいと思うんで、こういうの初めに覚えておくと、例えば初めのこういうのもこの音だけで結構ねなってることって多いんですね。とかとかこんなふうになってることが多いんで、結構意外とその、ちょっとしたその音の組み合わせを変えるだけで、いろいろと誰もが使うようなバリエーションを作り出すことができるんで、まあ一番初めはそのスケールだけで単純に下がるとか上がるとか、そういったことでそのポジションにいろいろと慣れてくるっていうのが大事だと思うんで、そういうのを意識しながら覚えていくといいと思います。でもちろんさっきの長いのもいろんなところでできるといいです。はい、これはですね、まあ全部こうやってタブ譜にすることもできるんですけども、これは各自おのおので自分で探し出して、自分のものとしてですね、こう身につけるように、ちょっと頑張って見てほしいなと思っておりますそっちの方が絶対ためになるんで、基本のさっき言った4つのパターンだけはタブ譜で起こしておきますんで、あとは自分たちでですね、こうやっていろいろといろんなこうでもないああでもないやってみてください。あとあえて言うなら、さっきの、オルタードフレーズとかに目安としてコードをこういうコードを、弾いてみたり、これもね、オルタードと一緒に合わせて覚えた方がいいコードということで前にやりましたよね。これもこういうのとかこういうのとか。これでちょっとポイントとしては、こういうコードはいいんですけど、こういう G7 の5度の音が入るようなコードで目安をつけない方がいいですね。これは5度のこの G7 のその5度の音っていうのはオルタードスケールに含まれないので、なるべくならその裏コードである Dfl7 の普通のこのナチュラルテンション、こういったコードと一緒にさっきのフレーズを組み合わせていくと、より定着しやすいかなと、思いますんで、参考までに、試してみてください。次回はですね、4回目にやりましたあえてオルタードしないフレーズと、本日やったフレーズをつなぎ合わせてですね、実際に使えるものに変化させていこうと思います。今回はものすごく大切な部分で基礎になりますので、確実にいろいろなポジションで弾けるようになれば必ず役に立つはずです。というわけで、このチャンネルではオーソドックスなジャズギターを演奏するための技術や知識などを紹介しておりますので、興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。